ラジオネーム、達也 N1。アルコ&ピースの酒井さん、平子さん、こんばんは。今週第27回サラリーマン川柳の大賞作品が発表されました。応募総数3万3605句の中から大賞に選ばれたのは、うちの嫁、後ろ姿はふなっしーという作品でした。他にもベスト10には倍返しやおもてなしなど流行語を取り入れた作品が入ったようです。お二人も次回は大賞を目指して挑戦してみてはいかがでしょうかというね。遅くね、それ。なんかちょっと前に見ましたけど、僕もこれ。今なのこれ。今一番最近の大賞とか、まあ、はい、ベスト10とかで倍返しとかおもてなしなの。まあ、それくらいしか使えるのなかったんじゃないですか、ちょっとキャッチーなやつっていうか。うん、あ、そう。はい。川柳とかね、ちょっと、うん、多いお茶のね、後ろに。あ、俺と酒井の共通の趣味だもんね。うん、俺、結構前だけど、うん、すごいの見つけて、うん、あのね、全宇宙。ま、ちょっと待って待って。いや、本当だよ。季語出てくる。マジで髪のこれなのよ。あ、本当？全宇宙、うん。真っ黒だけど、僕がいるっていうね。やべえだろ。そう。これ、採用すんだっていうのもあるし。それ送ったのうちのリスナーじゃねそうだろう。それ、お前すげえなと思って、これ。ああ。うわ、それ対象？佳作とかかな。どうなんだろう。俺見るたび佳作ばっかでさ。あ、そうだね。多いね。割と多いかもしれない、ね。そうなんだよ。うん。挑戦してみてはいかがでしょうかっていうことですけど。今？できますね。ああ、言うね。喜んじゃった。なるほどね。ちょっと待ってね、うん、やっぱなんかラジオとか季節にあったのとかね、なんかいろいろありますけどね。時事的なね。あ、時事的なやつとかいいですね。時事的なのあるぞ。お、俺あるぞ。マジっすか。うん、よく聞けよお前。お前に送るわ。俺に。酒井に送るよ。よく聞いとけお前これ、うん。ワールド杯、酒井のピンが増えてきた。過去じゃないよ。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。岩子ゆうきです。はい、2014年5月13日金曜日のオールナイトニッポンは、23日金曜日のオールナイトニッポンは、我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっとなんか不評みたいな感じです。さっきの、はい、意味は分かんない。ワールドカップがね、まあ入っている。はい、始まって、まあサッカーフィーバー日本沸いてますけども、ね、はい、そんな感じ出てきましたね。なんかそれに乗じてかどうか知んないけど、酒井のピンの仕事が最近すげえ増えてきて。いや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 、それはまあ一応まあ知ってるっていう感じがありますから、僕サッカー。あのね、はい。ドッキドキですよ。こっちとら娘抱いてはドッキドキ、嫁の顔見てはドッキドキ。いや、いいの、それはね、お互いね、いろんなお仕事いただけるのは本当にありがたいことですけどもね、はい、やっぱりね、はい、ここ1ヶ月間かな、うん、増えてはきてるじゃん、絶対的に。まあ、何回か、うん、はい、ありましたけど、ね、俺ね、今ね、この芸能界に緊張し始めたの。どうしようって。たまたま知ってたっていうだけです。でもさ、はい、サッカーがこうね、ワールドカップイヤーなんかは、うん、サッカー詳しい芸人さんとかね、うん、もちろんお仕事なんか増える時期だと思うんだけど、はい、それの候補に酒井がこう入り始めたっていうことの感慨深さと焦り、緊張、取り残された孤独感。いや、それでもね、サッカーやっぱ知識多い人いっぱいいる、芸人さんだけじゃなくてもさ、うんうん、いや、そうでしょ、うん、だ、相対数はすごい多いはずなのよ、うん、だけどそこにお前がね、その端っこかもしんない、うん、端っこかもしんないけど食い込んできたってことの、うん、だ、さっきのお前のその宇宙の川柳と一緒よ。すごい孤独感だけど僕がいる、うん、時々あ、子供の顔を見た時とか、うん、受けが良かった人が、うん、あ、俺いるな、俺はここにいるんだっていう実感をね。そうなんですね。ああ、そうなんですね。別に何かとかかってるっていうわけではないんですね、特にそのさっきの句は。
思いを言った俺の思いを言ったんだよ。そうですね。でワールドカップイヤーってことで、はい、かかったらジジイにもうちょっと後の方が良かったかもしれない。ちょっとまだこうフィーバーまで行ってないですか、ね、おめえがフィーバーしたらピンの仕事フィーバーしてからじゃ遅えだろ。俺ここに入れるかどうかだって分かんねえだろうがよ。そんなことないですよ。酒井ちゃんのワールドカップスペシャルみたいなのやられてさ、サッカー詳しい芸人ずらりと揃えられて、俺蚊帳の外だろう。考えすぎだろ。そんなんないよ。大丈夫ですよ。本当かい？一緒にやっていきましょうよ。そうかい。安心しちゃった。よろしく頼むよ。本当そうなんだから、焦りはあるんですから。頑張りましょう2人でね。まあ最近の話題ですと、はい、ホール・マッカートニーさんが、うん、日本公演全て中止っていうね、うんうん、別に見に行かないんで。いやでもこれでもね、これだから払い戻しとかは知ってるんじゃないですか。まあまあもちろんあるだろうけど、でもさ、はい、プレミアチケットだよねおそらく、うん、なんかね多分オークションとかでも高値ついてたりした人は、それだ正規の値段で帰ってきても大損ってことだよね、うんうん、すごいよね。全公演ですからね。よっぽど悪いのかね、うん、ねえどうなんですかね。ウイルス性炎症、はい、うん、ね、71歳ですからね。ねえ、まあまあそうだよね。うん、あすごいですね。がっかりしてんのかねやっぱりね。いやそりゃそうじゃないですか。まだ日本にいんのかね、どうなんだろう、それもわかんないけど、でもこの、まあ、この話題持ちきりじゃないですか、うん、そんな中、うん、あの RG さんはなんかリンゴスターの真似をなんかちょこちょこ始めたらしい、うん、情報が入ってますけどね。そうなんだ。さすがだなって思っちゃったね俺。 RG さん面白いなやっぱ。まあ、ここでアナと雪の女王とかね、すごいですよね、うん、今ね。ああ、ヒットしてますけど。超大ヒットしてますけど。うんうん、まあ、次の、うん、ディズニーの主人公は日本人。うん、タイトルがですね、うん、ビッグヒーロー6。主人公の男の子、浜田ヒロと彼が作り出したロボットが活躍する作品だそうです。へ、う、ぇ、ん、日本人なんですね。ロボットとかね、うん、そういう手先器用系イコール日本人の感じがあるのかね、うん、ああそうなのか。これだから、うん、吹き替えのオファーとか、うん、ねえ吹き替えのオファーある。だから別に主役じゃなくてもね、うん、ヒロ3番の回路を切るんだ。いや話もまだわかんねえのにさ、ちょっと今いけそうだったな。ねえ、うん、でもちょっと良かったけどな、ねえ、うん、お前今にやってみろ、同じやつでいいから。ヒロ3番の回路を切るんだ。これさ、うん、でも今のでも意外と来んのお前だったりすんじゃねえ。何なんだよ、どうしたんだよ今日。いやワールドカップ嫌だしさ。いや平子さんの良かったですよ、かなり。本当本当ですよ。ヒロ3番の回路を切るんだ。それ何なん。どのシーンのセリフなのよそれ。知らないよ、知らねえんだから。まああと AKB のね総選挙の速報が出たりしてますけれども、うん、そんなことより我々が気になるのがオールナイトニッポンのホームページアクセス数ランキングですけども、なんと AKB48 を超えて2位に行った、行きました、ついに、はい、見えてきたぞ背中。県外3位2位と順位上げてきてますから。ナイナイさん震えてんだろうな、今のナイナイさんをね。足音聞こえてきたな。ほんまやな。いやこれね、もともと我々なんてね、うん、弱小チームですよ。まあまあ言ったらそうですよ。だけどそんな弱いチームが強いチームに勝つなんて、うん、こんな面白いことないだろう。起こそうぜ俺たちのジャイアントキリングを。切ろ3番の回路を切るんだ。やめろジャイキリと混ぜんなよ、な知らないやつ。知らないやつ混ぜんじゃねえよ。いや皆さん引き続き、ね、アクセスしまくっちゃってくださいよ。いい感じじゃないですか。次はねリスナーのみんな F5 のボタンを押しすぎてくれ。アニメ声だ。どんなキャラが平子さんのアニメ声いっぱいできるな。ちょっとこれねえ話じゃねえな。あるかな、ビッグヒーロー6で忙しくなりそうだな。お互いな、別々でね。平子さん声優でまさかの忙しくなる。さあ今週の放送ですけども、どんなことやりましょう、うん、平子さん。あ、オッケー、余計な前置きは一切しません。うん、今日は、無人島を開拓します。いや、急だな、わかんねえんだけど、え？いや、酒井。無人島？酒井よ。うん。急ちゃうっちゅうねん。いや、なんで関西弁なんすか。なんで関西弁なのよ。おかしいでしょ。
自分の仕切りの回だから気合入ってんな、これ。いや、当たり前でしょうが、一部上がってからお前主導の回ばっかでさ、お前が思っている以上に俺寂しい思いしてっから、うん、お前のそのピンの仕事が増え始めたプラス、お前の主導回ばっかりで、それの焦りもあるからね。いや、そんなことないです。でもなんで今無人島なんですか、これ。いや、酒井よ。このラジオを聞いてんのは、うん、学校や会社、そういったところに居場所がなくて、退屈で窮屈な毎日を過ごしてるやつばっかなわけだ。うん。俺はね、ずっと思ってたのよ。うん、だったら、うん、そんなクソったれなところ抜け出して、うん、俺たちだけの楽園作りてえなって。だから、うん、急な話しちゃうねんって。なんで関西弁なんだよ。なんなんだよ、それ。で、島、どこにあるんですか、島。島なんてないじゃん。偶然発見したんだよ。地図に載ってない無人島な。そして、その島を俺はこう名付けました。アルピト。そこで、この島をリスナーと一緒に開拓していきたいわけです。うん、え、だし、あの、鉄腕ダッシュのやつでしょ？鉄腕ダッシュ。ダッシュ島のパロディでしょ？ダッシュ島って何？そういうのがあんの？なんか、え？モルディブとか。いやいや、モルディブとかにないですよ。ないの？ないですよ。知ってるでしょ、鉄腕ダッシュのメインのやつ。今やってるじゃん。TOKIO のなんか5人がほら、無人島開拓するっていうなんか、超面白いやつやってんじゃん。それダッシュ島っていうの？ダッシュ島、今水路を多分作ろうとしてる、確か。お前、TOKIO は、アイドルなんだから、水路なんか、作んねえし。いや、作るんですって、それが。ダッシュ島ってのが流行ってんのか。流行ってますよ。じゃあ、アルピ島にするか。いや、さっきアルピ島って言いましたけど、アルピ島にします？じゃあ。アルピ島。アルピ島？アルピ島。アルピ島ね。ああ統一しましょうか、アルピ島でじゃあ。アルピ島。いや、それだけ言わない。鉄腕アルピ島。え、鉄腕入れちゃダメだよ。まあ、とにかくね、うん、まず、その無人島を開拓するにあたって、うん、やらなくてはいけないこと。うん、それは、無人島の調査。うん。これ、島に何があるのか。うん、どういう地形になってんのか、うん、そういうのが分かんないと開拓のしようがありません、うんうん、なので今日はすでにその島に上陸しているリスナーに無人島の調査をしてもらいたいと思います。そういうことね。でも地図に載ってない島なんでしょ。どうやって行くんですか。そもそもだって島ないし。酒井さん、リスナーはすでに行ってますや。細かいことどうでもええですや。はいはい、わかりました。そういう体でね、そういう世界観でやるってことね。酒井さん、うん、酒井さん、世界観ちゃいますわ。リアルでやらせていただいております。関西弁よくわかんねえんだよ。なんでだよ。あの、僕たちはこの生放送があるのでこのスタジオから出られないんですが、うん、リスナーの皆さん、うん、このアルピ島がどうなっているのか送ってください、うん、だ、この島に真水が取れる場所はあるのかとか、うん、こう雨風をしのげる洞窟が ね、 なるほどね、ありますよとか、どんな植物がありましたとか、うん、そういった情報を集めて、うん、開拓のプランを考えていきたいと思います。これあの、うん、さっき言ったけど、うん、TOKIO の城島くんね、リーダー24時間テレビのマラソンランナー選ばれてたでしょ。はいはいはい。なんか、ダッシュ島の開拓が遅れてんじゃねえかなと思って、これね、思ったわけ。うん、あ、今チャンスだって。え、チャンスなのこれ。うん。チャンスなの？うん。よし、ラッキー。芸能界のこの無人島利権俺たちいただいちゃおうって。無人島利権とかないから。つか知ってんじゃん。ん？知ってんじゃん、TOKIO の城島くんが、ランナー走るとかさ、TOKIO 情報知ってるじゃん、平子さん。それ言ったんだっけ？言いましたよ。言ったっけ？まあいや、ちょっと面白そうですね、それね。開拓しましょうね。開拓を一緒にしていきたいと思います。うん、はい、はい。受付メールアドレスはすべて小文字で、ap@allnightnippon.com。ap@allnightnippon.com。アルコ&ピースの頭文字を取って AP となっております。これもしかしたら、うん、この電話でね、島の情報を伝えてもらうかもしれないんで、うん、これ勇気あるリスナーはですね、電話番号を書いて送ってください。まあ、手っ取り早そうじゃん、その方が。まあね。今こういうことになってますよとか、うん、リアルタイムでの情報を、はいはい、ね、電話上でやり取りできればなと思っております。ビクビクしてんじゃねえか、今。大丈夫かな？大丈夫です、大丈夫です。はい。はい、ってことで、深夜3時までの2時間最後までお付き合いください。アルコ&ピースのオールナイトニッポン、この番組は、NHN プレイヤーと、以上、各社の協賛で、東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに、全国36局ネットでお送りします。高い、今日の夕飯は何食べた？ポークカレー。悪くないな。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。
アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。はい、今日は地図に載っていない無人島アルピ島を調査しております。はい、事前に島へ上陸しているリスナーから情報メールを紹介していきましょう。うん、アルピ島を開拓して、俺たちの楽園を作ろうじゃないかと、やっていきましょう、うん。ちょっとその前にメール来てます。件名、うん、セリフ当て。まだ来てますんで、ちょっと日本語吹き替えの。いい、もう、ちょっと。ちょっと読んでもらってもいいですか。ラジオネーム、島にちょっと。ちょっとこれあんま中身面白くないですけど、うん、全然面白くないけど、いやこれ面白くなくてもその臨場感は俺が作るから、まあ、ね、うん、ヒロギアを7速に入れてブースターを使えごめんね、あのヒロって勝手に入れちゃったんだけどでも今ちょっと納得いかないな自分で。もうちょっとできました。なんかもう一回どういうシーンなんだろう。使えのところが全然違うんだろう。あ、そうなの。細かいとここだわるの。ヒロギアを7速に入れてブースターを使え。いや、ちょっと素人にはちょっと違いが分かんなかったですね。セリフあってやっぱりちょっとみんなちょっと聞きたいんですよね、やっぱり平子さんね。本当に見えてきちゃった、ね。島。島ね。島。島調査。ああ、うん。島アルピ島ね。アルピ島、はい、ね、開拓していきましょう。ラジオネーム豆橋。今、アルピ島いるよ。千葉ロッテマーリンズのメガホンが落ちてたから加工して、水をろ過する浄水器にしてるよ。マリーンズね。できそうだけどね。メガホンだったら。なんでよりによってマリーンズなんだよ。なんで。なんでだろうな。流れ着いたのか、捨てたやつが。千葉から。あ、でも、でもそういうことだよね。まあまあね。無人島で生きていくっていうことは。なんでもね、うん。そういう。漂流物なんかも ね、うん。いいですよ。続きまして、東京都ラジオネーム、龍拳。今、リスナーみんなでバーベキューしてまーす。イエーイ楽しいなんか、北海道のリスナーの人がジンギスカン持ってきてくれて、ジンギスカンもやってまーす。ギスカンと、淡麗の相性マジ良すぎでしょ。神だわ神、天才かよ。ラジオ頑張ってくださーい楽しそう。何それ、すげえ楽しそうじゃん。こいつジンギスカンのことギスカンって言ってんじゃん。無人島楽しんでるじゃん。楽しそうだな。ねえ。うん。いいな。楽園よ、これこそが。いいね。うん。ジンギスカンなんかやったらもう最高じゃんね。いいね、これリスナーが。全国のリスナーがそのご当地のね、うんうん、ものを持ち寄ってのバーベキューなんてね。これうまいんですよ、つって。いいなぁ。地酒とかをね。ああ、いいですね。メール行きましょう。ラジオネーム、太蔵。隊長、無人島北西の川付近に、金曜日に翌週のジャンプを置いてる書店を発見しました。無人島じゃねえだろ、それ。書店があんの？金曜日にもう枯れてるって。すげえな。相当のこと。でもたまーになんかね。ああ。あれなんなんで別にそんな目立つ店でもない感じの。うんうんうん、ね。もう無人島じゃないだろ、これ。書店つってんだからさ。書店があるってことはさ。ダメよ。人いるだろ、絶対。無人島っていうところは ね。サバイバルのね、うん。いろんな情報を知りたいわけですから。ラジオネーム。ゴマパンチ。海辺にいい感じのヤシの木が2本あるので、ハンモック作ったんですけど、全然寝れねえ。ハンモック見かけ倒し。いやー、まあ、ハンモックってね。起きたら腰痛そうだもん、なんか。いや、痛いし、うん、で、網目すげえつくし、あとね、やっぱね、不安で、熟睡とかできないんだよね。ハンモックって。なんか映像とかよく見るけど、うん、ゆっくり寝てるけど、あれ無理だよね、多分ね。うん、横になるとね、うん、意外とね、両端がギュッて、うん、差し迫ってくんの。寝ずれんだな。うん。寝ずれ。寝ずれ、寝ずれ。続きまして、神奈川県ラジオネーム、ドッカンエナジー。あー、どうも、大学生です。調査とかめんどいんで、シートだけ広げて場所だけ確保しとくんで、あとやってもらっていいですか？これから居酒屋のバイトなんすよ。よろしくお願いしまーす。舐めてんな。違うな、ちょっと。ああ、うん、こいつ番号書いてあるな。ちょっと別個に置いておくか。ラジオネーム、アルピニスト卑弥呼。アコギ一本だけで来たんですけど、
何したらいい？いやいや、弾いておくれよ、故郷の歌を。ね、夜空の下でさ。小木一本、無人島に何持ってくで、あ、小木、ダセーな、なんか。フリーな。フリー。80年代の後半ぐらいに、これだと思って言ったアーティストいるだろうな。いるだろうな。ダッサ。板橋区、ラジオネーム、D 高橋。西にある砂浜に、綺麗な貝殻がたくさん落ちてます。ちゃんと研磨すればお土産になりますよ、これ。うわぁ、七色に光ってる。綺麗。今日何も起きねえな、これ。これは。大丈夫かな。まあね、今回僕主導で無人島を開拓しようっていうテーマでやってるんですが、うんはいうん、これなんだ？え？何も起きねえのか？今んとこそうですね。俺主導の時力抜いてんのか？みんなでか。なんかそんな感じだね、今日ちょっと。いや、これ別になんかね、うん、突飛なこと書いてきたからって電話かけますとかそういうのじゃないから、うん、電話もね、本当にね、うん、調査、うん、そのね、本当のその状況を聞きたいだけだから、うん、そうそうそう、なんか振るとかそういうのじゃないし、無茶なことを書いて番号を書いたら電話来ると思ってんじゃない、ビビってんじゃないな。そういうことじゃないから、うん、本当に、うん、一回ね、うん、いつも通り今までみんなでやってきたじゃん。違うっけ、急にこうなってもさ、こっちも困っちゃうよね、うん。ぶっ飛んでるやつちょうだいよ。まあ、ぶっ飛んでる、まあまあ、調査、あくまで調査、うん、あくまで調査ね。うんうん。そうそうそう。うん、それみんなで作る。そうですね。っていう。うん。ぶっ飛んでる。そんな感じでやっていきたいと思います。うん、それでは、こちらのコーナーに参りましょう。はい、ドク、デロリアンの準備はいいかい？オーケー。それじゃあタイムトラベルだ。アルコ&ピースの一週間。はい、こちらのコーナーはタイムマシンで未来を見てきたリスナーから、我々アルコ&ピースが放送日翌日からの1週間どんな感じになっているのかを曜日別に送ってもらっております。はい、はい、では参りましょう。愛媛県ラジオネーム2012。土曜日、渋谷のスクランブル交差点、人混みの中にぴったり揃ったシステマチックな動きを見せる集団がどこからともなく現れた。須藤元気率いるパフォーマンス集団、ワールドオーダーのミュージックビデオ撮影である。一糸乱れぬパフォーマンスに観衆から感動の声が上がる中、アクロバティックな動きで人混みをすり抜け、ワールドオーダーの前に現れる男たちがいた。そう、 ABCZ のゲリラライブが勝ち合ったのだ。やべえやべえ。タイプは違えど最高のクオリティのパフォーマンスで激しい火花を散らす両者、ゲリラパフォーマンス界の流行相まみえる形となったこの光景には、さすがの中堅八高もステップを踏まずにはいられないのであった。なんだそのオチ。面白いな。うわ、面白い、勝ち合うな。すげえな。すげえ、あれどっかの大学のあれみてえな感じになるだろう。あの交差しても全然ぶつかんねえ。ああ、すごいパフォーマンスね。あるね。ちょっとすんな。やべやべ。面白い。流子なんだね、パフォーマンス界の。ね、続きまして、杉並区ラジオネーム、ハチャトリアノン。土曜日、堺。買ってもらったスーファミのカセットを早くやりたすぎて、帰りの車で箱の裏面の説明をひたすらじっくり見る。終わった。うわぁ。すげえな。これ、俺泣きそうなんか。すごいな、それ。絶対に戻れない日々じゃん。うん、これ、どうなんだろう。今、すげえ楽しいじゃん、お仕事とかさ、うん、いろんな種類のお仕事をやらせてもらえて。うん、でも、ほんと、この時の楽しさってのはもう二度と戻ってこないよ。ほんとだよね。うん。もっと噛み締めればよかったな。とんでもねえメール送ってきてくれたもんだな、これ。では続きまして、福岡県のラジオネーム、トゥルーマンショー。土曜日、整備士。フライト直前のパイロットたちに向かって、グッドラックと親指を立てるが、誰も見ていなかったのでその親指で鼻をかく。
うわぁ。そうだなぁ。誰も見てなかったら。誰も見てない時のこの親指の感じの恥ずかしさってあるもんね。あるね。あれなんなんだろうね。出した後、なんか、俺なんかで出した後後悔したこと何回かあるもんね、親指は。続きまして、愛知県ラジオネーム、ヤンマー部隊隊長。日曜日、平子。仕事からの帰り道に突如、卓球のカットマンに四方を囲まれ、ギュンギュンに回転のかかった球をビシビシ打ち込まれるが、所詮はピン球なので痛くない。カットマンね。おっ、おっってなるぐらいだね。あ、う、あ、ん、あっ、つって。はい、はい、です。続きまして、愛媛県ラジオネーム2012。日曜日、槍投げ、原口ディーン元気。投げた槍が騎士団のボーカル、綾野浩二翔のリーゼントに突き刺さり、手を合わせて口パクで、ごめんって言う。面白いね。言いそうだな、でもな。言いそう。はい、続きまして。東京都ラジオネーム田所善意。月曜日、保健室の先生。高校時代の友達と夜ご飯を食べていたら、どうする？男子生徒におかずにされてたらと聞かれ、もうそれは仕事のうちと思うようにしたわと開き直りを表明する。でもそっか、仕事のうち。すごいな。今歴代でさ、自分の通ってた学校で保健の先生可愛い人いた？今思ったらいないね。うん、俺もいなかった。それ結構ドラマ上の設定だったりするのかね。そうだね。ああ、続きましてラジオネームペリー黒船。月曜日、バックストリートボーイズ。今日はみんなでピクニック。本日はなんと、ファンが俺たちのためにお弁当を作ってきてくれましたと、ニック。蓋を開けると、おにぎり、エビフライ、タコさんウインナーと盛りだくさん。そんなお弁当を見て、うひょーたまんねーと、よだれを垂れ流す AJ。するとブライアンが、ん？でも、一つ足りなくね？と、首をかしげる。そうなんだ。お弁当は四つ。バックストリートボーイズは、5人で1つのチームなのだ。もしかして俺最近まで脱退してたから忘れられちゃったのかなとケビン。すると空気を刺したハウイ・リーが身を乗り出し、違う違う、俺はほらダイエット中だからいらねえっての。なんだかマッチしてね、なんかメンバーはもちろんそれが嘘だと分かっている。分かっているが、それを組んでやるのがバックストリートボーイズなのだ。5人で1つのバックストリートボーイズ。今日は楽しいピクニック。そうさ、俺たちはバックストリートボーイズ。知らねえわ。知らねえなとニック。面白い。続きましてラジオネーム三平。火曜日、酒井。カラオケでドリカムのラブラブラブを歌い終えて涙目になっている女子大生に、普段オナニーとかすんの？と質問して余韻を粉々に吹き飛ばす。そんな質問しないよ。最低だな。一番最低かもな。ラブラブラブ歌い終わった後の質問として。あれ、普段お何すんの？ねえ。続きまして、愛媛県ラジオネームレインメーカー。火曜日、フットサルをしている大学生。暑くなったので、ヒューガ君みたいに袖をまくり上げたが、見に来ていた友達の彼女は小声で、ホスと言ったので、そっと元に戻す。細ヒューガ小次郎くんね、うん、割とちょっといい腕してそうだもん。続きまして福岡県ラジオネームトゥルーマンショー。水曜日、 DJ がいるタイプのバンドの DJ。
ギターソロの時超暇なのでパソコンでクリスマスプレゼントの中身を見て異常に喜ぶ海外の子供の動画を見ながら横揺れするあのすっげえ可愛いやつね。あるね、あれ可愛いね。 あの子、あのディズニーランドのチケット入って泣いて喜ぶ女の子のすごい、あれ可愛い。もう世界中がああなればいいんだよ、ね続きまして、京都市のラジオネーム、大黒柱オレオ。水曜日、酒井。仕事から帰宅し、いつものように誰かいたら怖いので、真っ暗なリビングに向かって、おい、いるの分かってんぞ、と言いながら、シャドーボクシングを始める酒井。しかし、いつもならそこで終わるはずのその日が、その日の酒井は違った。おい、芸人の家に忍び込んだのが運の尽きだったなと発言。ショートコントパンクラスとネタをやり始めたのだ。すると闇の中からクスッと聞こえ、負けたよ負けたと出てきたのは長嶋一茂。機械はお疲れ様ですとだけ挨拶し、金目のものを抱えた長嶋一茂を見送るのだった。それなんだよ。ただのあるあるだと思ってたら、わけがわかんねえストーリーになって。負けたよ。酒井、本当にこういう入り方するもんね。たまにやるね。俺もそう。ね。俺もそうそうそう。怖い時ある。おいとか言う時あるもん、うん。怖くて。俺は振り向かないで、見てんの分かってんぞ。はい、続きまして。愛媛県ラジオネーム、レインメーカー。木曜日、桜伝部。巻き寿司のセッティングがされた台所に呼ばれるが、周りに海苔と酢飯しかない、なく、え？俺だけ？無理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 ！っていう。メインじゃない自分の立ち位置だね。わかってんだね。桜伝部巻きとか。うわぁ。やだなぁ。やだなメインの。うわぁ、やだ。続きまして、静岡県ラジオネーム、八木発動機。金曜日、昔、金曜ロードショーのオープニングで映写機を回していた太った紳士。悪ふざけでたった一度、映写機ではなく、旧式のガトリング砲を回したことにより解雇されたことを思い出し、今日も目覚める。あれだ。でれれれ、でれれれ、でれ。チカ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 。ああ、懐かしいなぁ。カトリングを、あれで首になったんだ。今日も目覚める。はい、ということで、このコーナーではタイムマシンで未来を見てきたあなたから、アルコ&ピース、アルコ&ピースが放送日翌日からの1週間どんな感じになっているかを募集しております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。懸命に1週間と書いていただけると助かります。酒井、指パッチンって、香ばしいな。香ばしいな。そうだな、アルコ&ピースのオールナイトニッポン。よー JD、 よく来たな。 What you gonna do? 銃持ってるよ JG、 銃持ってるよ。アウトラ小松さん。なんでラジオでマネージャーの小松さんが撃たれねえといけねえんだよ。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。先週のね、ジングルでしたけど、JG のね、小牧さん打ったんだ。はい、今日はですね、地図に載っていない無人島、アルピ島を事前に島へ上陸しているリスナーたちに調査してもらっています。はい、はい、そうですね、有益な情報はね、ね、いいですね。ラジオネーム、浜くん。さっき好きな女の子が向こうを向いている隙に、砂に好きだよと書いたら、海にかき消されて、告白するタイミング逃しちゃったよ。あ？あ？情報じゃねえじゃねえかよ。ちょっと浜辺の情報聞いてねえんだよ。浜辺のお前の個人情報じゃねえかよ。ちょっとなんかもうみんなに有益なね、情報欲しいですよね。そうだよ。もっとなんかこうサバイバル心をね、かき立てるようなね。
そっか、そのやり方大体わかんじゃん、オープニングで。聞いてるや。急にテンション。はい、福岡県ラジオネーム、リカピ。平子さん、酒井さん。北東方面に野生のラスカルが、なんとも癒されます。ふざけんなよ。いや、早いって。ふざけんなよ、早い。野生のラスカル、ラスカル一匹だから。あれ、ラスカルって、あれだろ？ラスカルってあれ別に、個人名だろ？名前だ、ね、個人名つのおかしいけど、アライグマのラスカルだろ？種類はアライグマですからね。あれ、種類じゃねえだろ、別に。野生と、あれ別に飼い慣らされたラスカルの話じゃねえだろ。違いますね。個人的にラスカルの話だろ。そう、名前ですからね。無人島の情報をくれっつってんの。これじゃちょっと、ダメだな。もっとあるじゃんか、俺の時だけ。いやいや、そういうつもりないですって、みんな。そう、明らかに弱えじゃねえかよ。そんなことないですよ。多分来ますって、これから。見てみろ、これ、いつも強くできるやつがやってねえんだよ。俺、できねえやつだったら言わねえよ。できるから、できんのにやらねえから言ってんだよ。すげえ怒ってんな。すげえ怒ってるじゃん。大丈夫ですから。ほんと？うん。姫路市、ラジオネーム、シャレ神戸。は？俺たちリスナーがビビってるだと？舐められたもんだぜ。今から電話してこいよ。お。アルピ島の調査報告してやるよ。おい。おー。マジか。あ、番号書いてあるわ。マジで？ああ、かけます？ああ。来ました、恐怖のリスナー電話つなぎ。来たぞ。行きます？そっか、ビビってるわけじゃねえんだ。行きましょうか、じゃあ。ラジオネーム、シャレ神戸、姫路市ですね。今かけました、ね。今後に来たな。ねえ。すげえな、こいつ強気だな。お、はい、もしもし。地方かぶるし。イメージと違うし。イメージ違うし、地方かぶるし。情報を、シャレ神戸、はい、もしもし。もしもし、はい、ラジオネーム、シャレ神戸、はい。違う。今さ、アルピ島にいるんだよね。はい。はい、なんか、ちょっと、俺が、なんかちょっとリスナーおった感じにちょっとおかんむり今。いや、誰でしょ。お前全然違うじゃん。違うじゃんか。文面とさ、全然違うじゃん、喋ってる感じが。ねえ。あ、いや、はい、もう、今あれでしょ、アルピ島にいるんだよね。はい。そうだよね。え、今どこにいるの？今、海にいますね。海？浜辺？はい、静かだね、随分後ろ。ねえ。え、今、浜辺はどんな感じ？いや、実は、アルピ島、今、ちょっと、海が黒くなってまして。黒くなってる？な、それ。どういうこと？どういうこと？いや、ちょっと、飲んでみたんですけど。おうんうんうん。海水を？イカスミです。なんだこいつ。なんだよ、こいつよ。なんだこれ、やっぱ、あれか。イカスミですって、なんだよ。え、何？海の水を飲んだらイカスミですっつったの？すっげえな。どうするこれ？住所バラすか？やめてあげて、それは。それはやめてあげて。おい！ちょっと。どうなってんだよ、酒井よ。俺じゃねえよ。俺じゃねえって。どういうことだよ、お前。全然いい情報入ってこねえな、一個も。ちょっと。煽った感じとちげえしさ。ね、あ、もう一つ来てる？ふざけろ。藤沢市のラジオネーム、トロピー。酒井さん、平子さん。どうやらこの島、温泉が湧いてるみたいです。無人島で天然の露天風呂に入れるなんて魅力的ですね。ですが、湯気の向こう側に、長い黒髪の女性らしき姿が見えるのは気のせいでしょうか。うわ、今こっち向いた。え、私の見間違いだと信じたいです。え、ちょっとこれ気になるね。うん、なんかようやく情報っぽいのが、あ、電話番号書いてあるから。書いてある。お、行こう行こう行こう、うん。聞いてみよう。これちょっと本当気になるね。ね。これね、温泉湧いてるんだったらまたね、こっからの感じも違ってくるし。うんね、これ有益ですよ、うん。トロピー。またなんかちょっと謎めいた感じでね。うん、お、早い。もしもし。もしもし。はい。ラジオネームトロピー。あ、そうです。あ、女子。あ、女子なんだな。あ、女子。あ、ほんと。女子です。あ、そうなのか。ありがとう、ありがとう。今、アルピー島にいるんだよね。あ、いますね。うん。ちょっとさ、
この温泉、今温泉に入ってんの？温泉に今もう足湯状態でここでフラフラしてるんですけど。足湯状態でフラフラしてる。あのとりあえず今岩に座って。ああなるほど。裸になるわけにはいかないんで。そうかそうか。足だけ。何、はい、そしたらその黒髪の女性らしき姿。まあ、あの貞子と言いますか、ね。大丈夫か？髪の毛ダーってだれてるのが。こうゆらーってこっちを向いて。ちょっとさ。声かけてみてもらっていいかな。危ないんじゃ大丈夫？ちょっと今ちょっと声かけてみて。うん、はい。うん。すいません。うん、返事は、うん、あないですね。返事ちょっと近づいててもらっていい？もうちょっとじゃあ近寄ってみますね。うん。うん、うん、なんか、うん、温泉入りたいんですけど、うん、こうタオルがないから、うん、貸してくれって言ってますね。その女性が？女性が、はい。タオルを貸してくれ。貸してくれと。その顔つきっていうか、うん、その細かいディティールは。顔つきは割と美人ですね。うん、え？あの、トロピーまた。あ、じゃ、事件性とか、うん、なんかね、あるのかな？ある？なんか、うん、ちょっとなんか怒りそう。怒りす、どうせ、ああ！どうしたトロピー？今目がガーって見開いて。そっか。目が、うん、真っ赤だったんです。真っ赤だったか。今急いで逃げてます。ああ、逃げろ。じゃあ、こっちも切るね。またね。よかったでしょ？いろいろ見どころ作ったでしょ？ちょっと何なんですかこれ。番号を書いたならあらかた作っとけや。なんだよ。ちょっとちゃんとやってくれよ、ね。本当に情報が何にもないからな。俺、うん、さっきのさ、うん、シャレ神戸もさ、うん、これ、後でもう一回かけっか。ね、もう一回かけましょう、じゃあ。かけよう。いろいろね。今かけるか？かけっか。あ、今かけよう。早く。下げやがってよ。冗談じゃねえぞ。もう、仕上がってんじゃないか。うん。時間あったかな。うん、さっきまで、そのイカスミはミス、ね、うん、うん。あるから、そういうこと。はい、もしもし。あれなんか、あれシャレ神戸？はい。あれ今何やってんの？あ、あの、海にあったカラスにちょっとすくって、あの、パスタにかけて食べてるんです、今。あ、だからもぐもぐしてんのか。あ、食ってんの。え、うん、海にあった？うん？超うまいっすよ。超うまい。シャレ神戸よ。はい。なんだ、俺主導だと嫌か。いや、大丈夫ですよ。そういうわけじゃないの？そういうわけじゃないの？はい。手抜いてるわけじゃないよね、別にね。やる気満々です。いや、怖いだろ。ちょっと海以外の情報も聞くか。なんかない？アルピ島なんか。うん、なんか見渡してさ、うん、なんかその島の特徴とかあったら教えてよ。島に大きい山が二つあるんですけど。おうおう、おいいじゃん、いいじゃん。どういうの？この山がですね。え？おっぱいっぽい。クリーンラジオだぞ、バカ野郎。いや、でもひどかったっすね。そういうもんだったな。しまかしたな。お願いしますよ。メールが来てます、うん。神奈川県ラジオネーム、スポンジモブ。おい、お前ら、二部時代の失敗を全く改めようとしねえな。ここのリスナーに電話かけちゃダメなんだって。いい加減にしないと奥歯抜くぞ。いや、期待してんのよ、ちょっとは。ねえ。たくさんのリスナーがね、番号書いてくれてるけど、うん、その中でこの二人、たまたま書けるのかね。そうだね。揃った感じあるな、ちょっとな。もしかしたらまた書けるかもしれないから、ちょっとね。うん。ちょっとなんか考えてて。仕上げてもらわねえと。頼むぜ。はい。引き続きメールお待ちしております。はい、ではでは、ここで、
番組が珍しく真剣に取り組んでいるこちらの企画に参りましょう。坂井ちゃんよろしゅう。ホンダカップのコーナー、巻き起こせジャイアントキリング。はい、全国から約1万人が参加する日本最大のアマフットサル大会のホンダカップさんからこの番組にオファーをいただきました。そのオファーというのがこちら。リスナーと一緒にホンダカップを盛り上げてくんな。こちら7月27日の日曜日、名古屋で開催のホンダカップ、その決勝戦当日に行われるエキシビジョンマッチに出場するまでの長期企画、はい、これ大人がいっぱい噛んでっから、ちゃんとやんなきゃいけないやつなんですけども、ね、あのね、そんなプレッシャーに負けるような我々ではございません、うん、俺たちは、俺たちのジャイアントキリングを起こすだけ、これぞメディアリングだ裏返ってんじゃねえかよ。さてこちらのエキシビジョンマッチに出るにあたり、今番組ではチームを作ってるわけであります、はい、先週ねチーム名が有楽町ユナイテッド AP に決定しました、うん、はい、結構まともなチーム名に落ち着いた感じが、そうですね、ね、うん、でも大きなね企画ですから、まあね、きっちりやっていきましょうと、ちゃんとしないとね、ね、うん、まあそういったところもね、この企画に対するこの番組の姿勢がね、うん、現れてるじゃないですか。いいですね、きっちりかっちりやっていきましょうと、うん、そして今週決めるのはこの有楽町ユナイテッド AP のマスコット。そうですね、これね、うん、可愛さ重視でね、うん、その条件をつけて皆さんにね、うん、送ってもらいました。はい、はい、リスナーの皆さんの案をね、はい、紹介していきたいと思うんですが、うん、うん、メールでのね、うん、この文字文体ね、文字としてのね、うん、募集をかけたんですよ、はい、結構な枚数絵で届いたんですよ、うんそれはちょっと変わってきちゃうんで、お見せできないんで、どうしたってね、ラジオだから。ラジオだからね、うん、乗っている必要ないからね。うんうん、すごいね、素晴らしいイラストがたくさん届いたんですよ。はい、中にはなんか、子供が描いたワギャンランドの。ひどいのもありましたね、中にはね、ほんとね。恐竜みたいなやつありましたけど。ありがたいですけどね。ねえ、ちょっとね、紹介していきましょうよ。はい、まずこちら、葛飾区ラジオネーム、関口優斗。自分より年上であろうと、彼氏の後輩にはタメ口のマスコット。どんな絵になるのそれ。芸人がすげえ嫌がるタイプのやつだろ。どう表現すりゃいいんだよ、これ。本当だよ。難しいだろう。江戸川区ラジオネーム、小烏丸。象みたいなマスコット、かっこ、有楽象。これ、な、難しいな。わ、うん、かんねえのはわかんねえし、起きに来たら起きに来たで、こうやって。いう感じになるんだろう。まあでも象とかね、ちょっといいかもしれないね。あ、まあまあ、まあそうだね。強そうだし、うん、あんまり見ないね、象っていう作品の中でね。ないかもね。うん、続きまして、ラジオネーム、プレッシャーバースト。フットサルが好きな二児の息子を持つ母親のマスコット、うん。いつも熱心に試合会場で応援していることから、うん、名物お母さんとしてマスコットを打診され、承諾した。いやだから、バックボーンいいよ。絵にしづれよ、それ。なんだよ。わかった。細けい設定わかん。二児の母親持つとか、二児の息子を持つ母親とか、表現できないから。絵にできないからね。そうそうそう。山形県ラジオネーム、ベネットは静かに暮らしたい。頭からブナシメジが生えている年齢のマスコット。年齢のマスコット。年齢のマスコット。結構な年月を経たってことなのかな。まあはい、群馬県ラジオネーム、丸刈り丸ゲリータ。下半身が虎。右腕が錦蛇、うん。左腕がハゲタカ。頭部がティーカッププードルのマスコット。なんでだよ。ハゲモンじゃん。なんだよ、それ。強そうでもねえし。頭部だけティーカップヌードルってどういうこと？ティーカッププードル。あ、プードル。うん、左腕ハゲタカって何？ラジオネーム、関口優斗。いざという時の非常食として、乾燥ベーコンのピアスをしているマスコット。もうわかんないよ。非常食なのかなって思わないじゃん。なんかいいのないですか？いいの、いいの、いいの、いいの。うん、ああ、これ、まあまあこれもキャッチーなのかな、うん。ラジオネーム、猫の癖。リプニツカヤちゃんがボールを抱えて滑ってるマスコット。かわいいね。かわいいけどね。あでも、ちょっと、うん、個人出しちゃうと権利の問題もね、そうだね。結構デカめの権利の問題になっていくからさ。うん、絵にしたらでもなんかわかんないかもな。あまあそうだね、うん。ありそう、可愛らしいやつ。まあそうだね。なんか女の子の感じがいいね、うん。いいね。ボール持ってる感じのね。
ラジオネームインディアナチョリスを。コンビニで袋閉じを破かないように覗き見しているアザラシのマスコット なんか深読みしちゃうな、ちょっとアザラシ、アザラシ、あ、でもアザラシとかでも、うん、まあ、まあ、いけるかもね、うん、アザラシってね、水族館とかでよくボールをね、うん、器用に扱ったりするもんね。そうだね、うん、意外と盲点だったかもね、ありだね、アザラシ。ラジオネーム熱海のたこ焼きマントマン。バイクレーサーがコーナーを曲がるところのマスコット。いいよ、昔の部屋のなんかね、兄ちゃんとか、そうそうそう、友達とかにあったやつ、ね、ジグソーパズルの感じ、ダセーやつ。関係ねえじゃん、俺バイクレーサーのマスコットじゃんそれ。ラジオネームジェニファー小玉。横浜生まれをめちゃくちゃアピールしてくるマスコット。どういう絵にできねえんだこれ。どうすりゃいいんだ絵にするとき。あ、これすごいな、うん。神奈川県ラジオネームゴーワン・アトキンソン。さくらももこに書かせたチェ・ゲバラのマスコット。あ、すげえ、これすげえな、いいね、ねえ、まん丸のあのよくあるね、うん、赤いバッグに緑とか黒っぽい感じのゲバラのね、可愛くなんのかな、チゲバラ。革命度ゼロだな、ね、これいいな、書いてほしいな。ラジオネームベネットは静かに暮らしたい。白いイルカにまたがってカジキマグロにかじりつくトサケンのマスコット。ちょっとかっこいいのかな、どうなんだろう。郵送ではあるけどね、うん、カジキマグロ。どこ見ていいか分かんなくなっちゃった。その有楽町とかゼロだからね。そうか。鹿児島市ラジオネームジェニファー小玉。ダーウィンが来たを毎週欠かさず見ているマスコット。だから。マスコットのバックボーンじゃねえんだっつうの。マスコットは先週何をしていましたかとかじゃないの。分かんないよ、これは。ラジオネーム、田口トゥモロー。右肩にフクロウを。左肩にフクロウと同じ重さの石を乗せているマスコット。これ本体何なんだよこれ。これもでも深いな。本体が見えねえんだよこれ。これぶっ込みのタグのアモー時貞のタトゥーみたいな感じだよな。やべえな。何これ何いいのないかな。ラジオネームポコピン。ガム工場から溢れる甘い匂いを3年間吸い続けたマスコット。なんだよ、どうすりゃいいんだよ。いい街なんだろうけど。ラジオネーム大黒柱オレオ。大胸筋はそんなでもないが、フィールドを向いた時にお客から見える広背筋の発達が凄まじいマスコット。手が細かいな。オーガみたいなことなのかな。でも、まあ、さっきの、うん、アザラシ？キャラクターね、アザラシとか。アザラシはなかなか見ないし、可愛らしいよね。ゾウとかもちょっとかっこいいけどね。アザラシ、ゾウ。なんかこう、やっぱり、ボールとかをね、ポンポンって、うん、なんかこうやってるような感じとか。アザラシいいかもね。アザラシ意外と見えるかもね。うん、いきます。アザラシメインでちょっと考えていくか。そうしましょうか、じゃあ。ねえ、インディアナチョリソーが送ってくれた。うん、ただ、その、コンビニで袋閉じをの破かないように覗き見してるっていう、うん、それはね、うん、ちょっと、一回置いといて、うん、アザラシっていうところで、ちょっと考えていきましょうよ。切り取っちゃいましょうか、そこだけね。ねえ、うん。では、はい、アザラシで考えていきたいと思います、我々。ちょっと見たことない、他には。いいですね。ねえ。うん、さあ、うん、ということでチーム名そしてマスコットの次に決めなきゃいけないのは、うん、なんだと必殺技でしょう。酒井、待て今までねいい感じに枠の中で遊んできたわけだ、うん、それはね完全に枠から逸脱してます。じゃあ何をするんですか。俺たちがしないといけないのはサポーターを増やすことなんだよ。あ、確かにね、うん、だからまずはこの有楽町ユナイテッド AP を多くの人に知ってもらうための方法をリスナーから募集したいと思ってたんだ、うん、平子さん、はいはいはい、それは大丈夫です。
僕も動いてるんで大丈夫です。え？何それ？いや、有楽町ユナイテッド AP を多くの人にね、知ってもらってサポーターを増やす方法、もう僕の方で考えて、そして動いてるんです。ちょっと来月には発表できるかも。なんで勝手に動くの？そういうのはさ、俺含みでやらしてよ。平子さん、これマジで本当にすごいことになってっから、ビビっから、これ本当に。何？教えてよ。いや、ちょっともう一気にサポーター増えます、本当。マジ？なんで？なんで？教えて。ってことで次回は教えてって必殺技を決めます。なんで？教えてよ。バカかっけえやつよろしく。教えてよ。なんとかシュートとかなんとかドリブルみてえな感じの、そんな感じのやつ送ってください。教えてってそのやつ。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。メールの件名にホンダカップと書いてください。まあ、見てなって。この国の今年のホンダカップ、俺が面白くしてやるよ。平子不要論。アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です。はい、今日はメールがちょっと来てるんだけど、はい、東京都ラジオネームそば侍。テーマが緩かったり、ホンダカップで阻害されてたり、今日の平子、なんかついてねえな。そういう日もあるって。どんまい。どんまいじゃねえ。テーマ緩くねえし、壮大だし。そっちがやんねえだけだし。いや、頑張ってますから、リスナーもみんな。頑張ってねえじゃん。もっと頑張るとき頑張るじゃん。いや、今日もちょっと頑張ってるんですよ。これでも頑張ってるのよ。まだこれから来るから、どんどん。ほんと？来ますよ。ちょっとこんなメールも来てます。ラジオネーム、ジミロング。平子さん、さっきから何も起きないのかよって怒ってるけど、ここは平和な島なんだからしょうがないじゃん。じゃあ聞くけどさ、嘘かけってこと？嘘を書いてこいって言ってんの？みんなで楽しくやってんのに、なんでそういうこと言うの？そんなに刺激的なメールが欲しかったら、ご自慢の脳みそで、面白い文章を書いて、自分でメールすればいいじゃん。だから男子って嫌い。平子さんのバカ。こういう、顔めっちゃ面白いのにな。平子さん。なんだよ。さえらんねえの、今の。何？なんつってんの？いい顔してました、今。舐めてんだろ。こうやって来てるんすから。そうですよ。はいはい。はい、今日はですね、地図に載っていない無人島アルピ島を調査しております。もう後半だからさ、こっから頼むぜ。いや、伸びたまにすげえ時あんじゃん。この番組、それ。巻き返そう。ありますから。巻き返そう。ね。うん。やっぱこれ、島の輪郭すら見えてねえからさ、輪郭を見たい。ね。島の。変わってきちゃうから、平子に島の輪郭を見せようがテーマになっちゃうから。はい、ちゃんともう、そうですね。ね、島の情報をお願いします、うん。あ、なんか来ましたっていう感じで、勢いよく渡されたけど。うん、ラジオネーム、父毛32。ヤシの実が金玉あった。ふざけんなよ。島二つおっぱいで。またふざけんなとか言わないでください、平子さん。ふざけてんだろ。なんでヤシの実が金玉なんだよ。ヤシの実が金玉なんですよ、アルピ島は。なんで山二つがおっぱいでさ、でヤシの実金玉あったらどういうの？ソスケベ島。なんだよ、ソスケベ島って。15、16年前の新島じゃねえかよ、じゃあ。やだよ。いや、そうなんですよ。今日はそういう感じなんですよ、だから。なんか、じゃあ方向性が違うじゃん、いつもの荒らし方と。石の見かけない。お、これ荒らしだぜ、本当に。ただの。けど、こういうのが欲しいんじゃないですか？なんかちょっと違う。なんかで、今、じゃねえ感じもするしさ。もう出すタイミング違うの知ってて今なんか出してきてる感じもするんだよな。もう何やられても、
なんか悪意あるように思ってきちゃうのこれ。ちょっと被害妄想がすごいな。もう期待しよう次に、福島県ラジオネームミクタ。なんか海が綺麗で落ち着きます、うん、実際無人島を着てみると何も起きないものなんですね。のんびりさせてもらいます、はい、サイコボックス。違うサイコボックス入れろ。こういうこともあるんですよ。サイコボックスに入れろ、これを。どっちがいいですか、このヤシの実の金玉、まあ、それと、どっちが、どう、これ、流れ的にはどっちかみたいな感じに今なってますよ、言っても。二択もう一択あるじゃん。ね、何笑ってんだよ、お前。そうだろう。この二択じゃねえじゃんか。ねえ。いや、なんとなく、リスナーもこう、これ、どっちに行けばいいみたいな感じになってますよ。とっかかりから違うからだよ。だから、このどっちかみたいになってんじゃん。金玉が透かししかねえのかよ、うちのラジオはよ。そんなことないよ。そうか、ちょっとそれも期待しましょうよ。だから来るかもしんないし、そのまた違った。エッジ聞かせろっていつもみたいに。ああラジオネーム、トラキッチン。あ、トラキッチャン。中心部にある樹木に、金玉袋みたいな実がなってます。どんどんとスケベ島になりつつあります。だったらヤシの実が金玉だわ。中心部にある樹木に金玉袋みたいな実がなってんのってなんだよ。もう、ヤシの実が金玉でいいよ、そしたら。話が早えよ。東京都ラジオネーム、茹ですぎたマカロニ。平子さん、5時間ほど島を探索していると、うん、チューリップの花が赤、白、うん、黄色と並んで咲いていました。どの花見ても綺麗でしたよ。縦読みか？いや、縦に読んでもなんないでしょ。平ごち白戸。なんメールが来ねえよ。平子さん、今ね、うん、この金玉かなんか普通のメールしか来てないじゃないですか。うん、あのオープニングのあの吹き替えのセリフのやつ来てますけど読みます？家族結構忘れるわ。我々アルコ&ピースはリスナーのことを家族だと思ってます。僕平子はお父ちゃん、酒井は兄ちゃん、そう思って接してもらいたい。このコーナーでは家族の君から本当の家族には言えない君の日常を送ってもらっています。読まないですね。じゃあ家族です。では参りましょう。東京都葛飾区ラジオネーム関口優斗。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。デジタルおむつが発売されました。デジタルおむつが発売されました。デジタルおむつはおしっこがしたくなるとおしっこが出ますって喋ります。デジタルおむつはおしっこを漏らすとおしっこが漏れましたって叫びます。デジタルおむつはおしっこを漏らして放置していると壊れます。そんなデジタルおむつ今すごい売れてます。終わったよ。つらいよ。今日つらいよ。すげえな。ラジオネーム三平。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。初対面で申し訳ないんですけど、半袖のシャツ持ってます？自分持ってないんすよ、一枚も。最近暑いっすよね。何着てます？自分トレーナー重ね着してるんすよ。持ってないんで半袖。やっぱ半袖っていいっすか？涼しいっすか？自分、肘出したことないんで、わかんないんすけど、かなり動きやすいんすか？どの辺まで腕曲がんすか？あー、今もすげえ暑いっすわ。見てくださいよ。おでこ、汗。
鼻の頭、汗。脇、汗。すごくないっすか？持ってないっすよ、半袖。あー、欲しいな、半袖。喉から手が出るほど欲しいっすわ。トレーナー着てる手で、トレーナー着てる手ですけどね。あっちー。つうか、そろそろ察してくださいよ。余ってないっすか？半袖。デザインとかサイズとかどうでもいいんすよ、実際。うんことかついてても全然 OK なんで。着てない半袖、家にないっすか？あ、ない。わかりました。他当たってみます。怖いよ。ここに出てきたキャラとかじゃなくて発想が怖い。半袖すげえ言ったもんな。気持ち悪い。東京都中野区ラジオネーム浜くん。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。どんどんこどんか。どんどこどんかどんどこどんどんどんやーさあやってみろ。かかかかかかかどんかかかかかかやー違う。どんどこどんかどんどこどんかどんどこどんどんどんこうだ。かかかかかかどんかかかかやー違うってちゃんと聞いてる？どんどこどんかどんどこどんかどんどこどんどんどん。わかった？かっ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 どんかっかっかっやー掛け声はいいんだよ、やーって。かっ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 どんかっ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 やーもうメインが少なすぎる。すげえなこれ、すごいな、全然できねえじゃん。掛け声すげえいいんだけどな。ちゃんとねネタになってます。なんかネタねありそうだもんこういうの。まあ実際2人で動いたら違うなってなるんですよね。ラジオネームイエローサブマリン。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。私もう練習なんかしない。しても仕方ないの。誰もがみんな立て立てって言って、立てなかったら私が悪いみたい。私フランクフルトに帰るわ。クララのバカ、育児なし、ブス、アホ、マヌケ、ドジ、ゴミ、クソ、愚か者、うぜえ、キメ、キシェ、角田ヒロ、ゴリラ、チンパンジー、霊長類、貧乳、金持ち、劣化版実写映画デビルマン、ベイスターズ、コンサドーレ札幌、足癖、髪も癖、口癖、ってかうんこ投げ、角田ヒロ、ビチグゾ、下痢、クソが緑色、ションベンはすげえ普通、うどん、角田ヒロ、マカロニ野郎、下げマン、やりまん、前儀投げ、キスの顔下痢きたね、早漏でもフェラ感じね、喘ぎ声きたね、角田ヒロ、親父とマジやりて、親戚があるしんど、角田ヒロ、私もう知らない、クララなんかもう知らない。そんな言うなよ。ちょっと弱音吐いただけなのよ。ね、すんげえ言うからな。前儀長えのはいいじゃん。ソロのくせにフェラ感じ。
ね、ちょっとあるあるぶち込んできた途中で続きましてラジオネーム白魔導士。お父ちゃん兄ちゃん聞いてほしいことがあるんだ。ごめんねユキコ、今日はぬいぐるみ持ってこれなかったの。ごめんねユキコは何のぬいぐるみが欲しいのかな。キティちゃんね、わかったわ。あ、お父さん来たよ。もう時間？わかったわ。次は来月の10日ね。じゃあね、ユキコ。あった！キティちゃん！どんどん！どんどん！おら！落ちろや！落ちろや！ユキコにキティちゃんあげなきゃいけないんだよ！落ちろや！これがうちの店の危険客ブラックリストの頂点に君臨するハードパンチャー鈴木の人生ヒストリーで。では来週はなぜかオープンの時間から閉店の時間までずっている自爆霊岩田さんの人生ヒストリー、お楽しみに。やべえこれ、もうどこに抑揚を置けばいいのか分かんねえよ。メール怖えな。怖いよ。山口県ラジオネームジャッジ藤沢。お父ちゃん兄ちゃん聞いてほしいことがあるんだ。先生、我々選手一同はスポーツマンシップなど関係なく、勝利のためであれば卑怯で下劣で非人道的な手を使ってでも相手を貶め、鼻をかんだちり紙のごとく己の命を投げ捨てる覚悟でこの戦いに挑みます。よく私のことを洗脳されているなどという人もいますが、私の洗脳はとっくに解けています。今ではミニモニファックラピョンでつつびさやかを知った時のような純粋な気持ちでお墓の草刈りをしています。私はよく店長に敵のことが怖くないのかと聞かれます。最初は怖かったです。でも敵のことを蚊とかハエと思うようにしてからは、どんなひどいことをするのにもミニモニファックだピョンです。だから今日の晩御飯が明日の晩御飯を追い越しても、敵を失敗した手作り栽培マンのごとく滅却することをここに誓います。州立オニオンマウンテン簿記専門学校小魚鑑賞部ポイントガードモーガン・フリーマン。つみさやか出てきたよ。モーガン・フリーマン、つみさやかにハマってんか。聞いたな。久しぶりでも思い浮かぶね。ね、パッと思い浮かぶね。力あるんだね。思ったよりね。はい、ということでこのコーナーでは家族のあなたからのメールを募集しております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。懸命に家族と書いていただけると助かります。メールの入り口はお父ちゃん、兄ちゃん聞いてほしいことがあるんだでお願いします。アルコ&ピースの坂井健太です。平子ゆきです。はい、今日は地図に載っていない無人島、アルピ島を事前に島へ上陸しているリスナーたちに調査してもらっています。うん、あ、メール来てます。ラジオネーム、ティーネック。もううんざりだわ。今日の平子嫌。ほんと嫌。平子っていくつかパターンあんじゃん。今日の平子はみんなが嫌いなタイプの平子。リスナーが嫌いなタイプの平子。坂井わかる？このニュアンスわかるでしょ？嫌いだわ。今日の平子の感じ。なんかそうみたいですね。今日の平子さんのパターンはあんまり。ちょっと俺だって嫌だよ。今日のパターン。みんな一丸となってマイナスの方向に突き進むパターンだろう。悪循環になってる、ね。そうだ、悪循環だよ。そうだよ。そうですよね、ちょっとね。みんながこの今の平子を
出したんだよ。うん。そうだろう。あ、ちょっとこんなメールも来てます。ラジオネーム、ペリー黒船。平子リーダー、ごめんね。僕らが不甲斐ないばっかりに、アルピジマの情報を全然届けられてないね。ほんとごめん。でも、このイカスミはマジでうめえ。さっき、赤い目の女も抱いた。それだけは信じてほしい。ほら。ほら。さっきのやっぱ電話のやつもいるんですよ。そういうやつも。本当の情報だったってことか。うん。うん、なんのか。ひらこリーダー、もうリーダーですから。ひらこリーダー。乗っかもうだいぶ後半ですけど。乗っかな乗ってくださいなぜひ。乗っかいやな鳥取県ラジオネーム、ビスコジャンキー。いいですね。今、みんなで金玉バレーやってまーす楽しそうだね。乗ったいいね、金玉バレー。パチコーン初めてねえ。それ平子さん。レシーブで、いたたたたたっつってね。みんな好きなパターンだぞ、これ。続いていきましょう。川崎市ラジオネーム、しけたつら。金玉みたいな木の実、意外と美味しいですよ。柿みたい柿の足と一緒なんだ。ね。ノリノリだな。そっか。でも金玉みたいなしてからね。うん。うん。パカスってね、ヤシの実、ヤシの実、ねえ、ヤシの実の、うん、どれだ。どれだっけ。ファンキーな島になりそうだな。あ、そうですね。いいですね、これもね。いやー。うん、こうなってくるとだ、うん、やっぱりさ、島に行きたくなっちゃうのが男の性だよな。まあちょっとまあ行ってみたいですけど。行くか。リスナーの顔も見てみたいし。いや、ラジオはどうすんすか。あとあんま時間ないですよ。もう中継で乗り切ろう。いや、だから島にはどうやって行くんですか。無人島に車で行けるかよ。船だよ、船。よし、行くぞ。音もね、用意してるんですね。酒井、乗れ。置いていくぞ。はいはいはい、はい、乗りましたと。じゃあ、出発、いざ、俺たちの楽園へ。はい、行きますかと。アルコ&ピースのオールナイトニッポン。この番組はブルボン以上各社の協賛で、東京中田有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りしました。はい、あっという間ですが、そろそろお別れのお時間です。さあ、うん、エンディングはスタジオを飛び出して、うん、無人島アルピ島に到着したわけですが、意外と広いのね。そうですね、広いですね。うん、いや、ビーチも、ね、うん、白い砂浜で。そうですね。星がすごい。これはずっと見てられるね。ね、光にやっぱ街の光とかに邪魔されてないから、そうだね、星が全部見えるんだ。満天の星空ですよ、これ。気温は何度ぐらいあるんだろうな。何度ぐらいだろう、これ。でもそんなに蒸し暑いわけでもなく、うん、ちょうどいいね。湿気ないけど、カラーっとした感じで暑くてね、うん。T シャツでも全然大丈夫ですね。うん。うん、そっか、南国の気温ってこんな感じだったよな。ああ、そうですね。いいリゾートの感じになりそうだね。ね、気持ちいい。うん。うん、ずっと入れるわ、これ。うん。ああ、うん、空気も澄んでるわ。ねえ。あ、ちょっとね、うん、ここで告知を挟ましてもらいます。告知？島で告知します？太田プロライブ、月原。これ、春の増刊号。今年のショーレースに絡んでくるであろう、期待の若手青田街スペシャルというライブがですね、5月28日の水曜日、場所が新宿明治安田生命ホールの方でございます。こちらのライブ、我々が MC を務めさせていただきますので、詳しくはホームページの方で詳細の方確認お願いします。本当の告知ですよね、それはね。これガチ告知です。ガチ告知ですよね。わかんないけど、ここに入れ込まれてる。この時までは我々もね、変えれるんじゃないかなと、うん、そうですね、いうことで、今週の水曜日か、うん、うん、ね、いやー、なんかでも奥の方は結構森が深いな。
あ、そうですね。うん。ないな。あの、うん、今夜だけど、うっすらと見えるこう山の稜線、あれ二つ。あ、本当だ。あれが並んでる二つの島か。言ってたやつこれか。ああ。これだったのか。へえ。昼間の感じを見てみないとこう全景は見渡せないけど、うん、でも静かだな。そうですね。うん、結構静かですね。ああ。本当だわ。なんかいろいろできそうだな。遠浅だし。あ、そうですね。うん。本当だわ。何でもできるんじゃないですか。あ。イルカが跳ねた。あ、本当だ。すげえ、月明かりにキラキラ光ってる。本当すごいな、ここ。大自然だな、本当に。何作ろうかな。何作ります？あ、何がいいかな。なんかやっぱりこうバーベキュー場みたいな感じでさ、うん、みんなで一緒になってレジャーできるような場所作んないとね。それはいいですね。家も作らねえといけねえし。ああ、そっか。ただこう島の状況によって高い場所に家を作らなきゃいけないのか、まあ低い場所でも平気なのか、その辺もちょっとね、うん、どうなんだろう。一切その辺の情報が来なかったからさ、ね、そういうとこだったんだよな。ちょっとね、まあまあまあしょうがないところもありますからね。うん、欲しかったのは、うん、うん、いやでも本当いいとこだわここ。思ったよりちゃんとしたとこだな。ねえ、うん、あれ？でこれリスナーどこにいるんですかね。あいつらのことだ。あっちの森で隠れてんだろ。まったく。なあ、ちょっと遊んでやるか。探しに行こうぜ、酒井。平子さん、あんまり奥まで行かないでくださいよ。おーい！お前らどこにいるんだよー！早く出てこいよー！しかし、なんか不気味な森だな。なんかいるんじゃねえか。平子さん、そういうの笑えないから。悪い悪い。うわー、酒井バカ、ただの鳥だっての。何ビビってんだよ。俺ダメだわ、ビーチに帰ってる。おい酒井、逃げんなって。おい、バック行っちまった。ほんと逃げ足だけは早いやつだよな。うん、しょうがない。俺もう引き返すか。あ、酒井いたいた。お前いつも言ってんだろ、勝手に行動す、ね、平子さん見てよ。なんだよ、今更星が綺麗とか。お前意外とロマンチストなところあるね。船がないよ。え、乗ってきた船がないんだよ。どうすんの。嘘だろ、どうやってこの島から出るんだよ。平子さん、助けを呼んできてくださいよ。そうだな、助けを呼ぶ。いや、ダメだ。なんで？この島、地図に載ってねえから。酒井、この島、何かおかしいぞ。次回、アルコ&ピースのオールナイトニッポンは、無人島に取り残されたアルコ&ピース、消えたリスナー、忍び寄る未知の存在、島に隠された謎、彼らは生きて脱出することができるのか。アルコ&ピースのオールナイトニッポン無人島編後半、次週放送。